はいどうもゆくんです、えー、今回はですね、えーと、ヤフーニュースで、えー、少々、まえー、気になった、えー、事故があったので、そのことについて、えー、話をして話をしたいと思います。で、えー、とその事故っていうのが、あのー、9月の2日の深夜だったんですけど、えー、青森で、えー 20えっとまあ、えーえーとまあ、歳前後の、えーまあ、若い男女5人がまあえっ、ー、と高校生を含んだ、まあ、男女5人がえっ、ー、とまあ遊んだ帰りにえっ、ー、と1人がえー、まあえっ、ー、とケトラーで、まあ、運転してで残りの、えー、4人がまあえー 軽トラの荷台に乗って移動してたところその軽トラがカーブ曲がりきれずに電柱に激突してしまったということでその時に荷台の4人が車外に投げ出されてしまって2人が重傷。そしてもう えー、もう二人が、えー、亡くなってしまったという事故なんですけど、えー、そのニュース見た時「何やってんだこいつらは」と思いました。でまあもちろん、えー、その、えー、ドライバーの、えー、人は、えー、逮捕されたわけなんですけどまあ あのその件でやっぱりあのえっ、ー、とまあ,あいその件でまあ言いたいのはやっぱりねあの、えー、荷台っていうのは、えー、基本的には荷物を積むところなので、えー、人は乗ってはいけませんということです。で あのー、やっぱりあのすぐそこまでだからいいやとか、えー、少しぐらいいいじゃんとか、えー、そういうかん、えー、甘い考えで、えー、まあそういうことをしてしまってまあえっ、ー、とまあまあまあ気の緩みでまあ事故を起こしてしまってでえー 結果的に、まあ、取り返しのつかないことになってしまうということでやっぱり、ね、そうなるぐらいだったらなんで最初から車2台用意しとかないんだと言いたいです。まああのまあ世の中見てもまあこういう、まあ、事故もそうなんですけどやっぱり、えー、まだまだ。 飲酒運転とかまあそういうのもえー、多いのでやっぱりあのまあ事故を起こしてしまってからまあええー、まあ人を殺めてしまってからでは遅いなと思いますまあやっぱりあのこの事故の件に戻るんですけどあのやっぱりあの自動車学校でもえー、と トラックの荷台は、えー、荷物を積むところであって、えー、基本的には人は乗ってはいけないということは習ってるはずです私もまあ、えー、習いましたでまあだからそそまああのやっぱりそのドライバーの方もなんかあのー 楽しい人生、まあえー、送りたかったはずなのにまあえーまあ、じ自分のまあ油断とかまあ気の緩みとかうんそうですねあのー、少しぐらいならいいとかまあ、えー、そこすぐそこまでだからいいんいやいや乗れ乗れとねいうことであの軽い気持ちだったと思うんですけど 結果的にねあのまあ事故まあこういう事故を起こしてしまってあの今彼もまあえー、ものすごく後悔していると思,思いますまあ、えー、後悔したところで、えー、まあ元には戻らないんですけどやっぱりあのことわざでもまあ後悔さ先に立たずということを があるんですけどやっぱりあの後悔するなら <laughs> やるなと言いたいですで、えー、私が、えー、言いたいのは、えー、トラックの、えー、荷台には、えー、人は乗ってはいけないし人を乗せてもい,いけませんということですということで、えー、以上ゆうくんでした ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。